はい、ということで難密体験版実況5回目やっていこう。申し訳ありません。秘密をごまかしに行って秘密を話すって本末転倒もいいとこじゃない。あの前回部室のこと話しちゃったんだよね、つまめさんが主人公にね。そしたら、あ、かぐやさん部活やってんだみたいなことがバレちゃうっていう。物質のことまでバレたらいよいよごまかせないわよ。アドリブって苦手でなんだその、あのニュアンスがさ、裏でいかがわしいことしてるみたいなニュアンスになってるからさあのショタコンのお嬢様かぐやさんが、あのショタ使用人のツバメさんを連れ回して裏でいかがわしいことしてるみたいな、物質でみたいなそういうつもりでかぐやさんはツバメさんを雇ってるわけではないんだよね、多分な。まあそう思っておこう。失敗の第一歩は私の過剰反応、そこは反省だわ。ネズミ影、お厄介ね。いや怖いわ怖いわ、なんか闇のオーラが出てきてる。もう念能力者みたいなやばい念能力者みたいな感じになってる。うわー、ちょっと三影くんも命の危機があるかもしれないよ。お、Cさん？はい、なんでしょう。この猫かぶりようよ。なんかさ、あのピンク髪で猫かぶると、あの別メーカーさんの生徒会長思い出すからやめてください。あの PAD さんを。なんだか今とても黒いオーラを感じたようで。いやー、まあ気にしなくていいんじゃないか。オーラ、何のことかしら。全然わかりませんわ。そうですわよね、まさかかぐやさんに限って気のせい気のせい、うん、そういうことにしておこう。ネズミか、やばいね。しっかり対策した方がいいわね。明らかに黒いよね。気のせい気のせいもう触んないでおこうってやつだな、これは。気のせいじゃないかもしれないけど。お、放課後急いで、あっちの仮の物質を毎日使ってるように細工してきて。もういきなりの隠蔽工作ね。あ、はい。ネズミ影にはあくまで私は史跡研究部って部活に一生懸命なように見せかけるのよ。あっちの本物の物質を見られたら。本物の物質？なんかあんのかな。捻挫した時って、うん、ジムには行くべきじゃないよな。当たり前だな小次郎何、どこ捻挫したの。そりゃそうだ。うん、痛えよ。人差し指が両方痛いよ。人差し指お前まさかなんか干潮しまくったみたいな、そういう話じゃないよなもうそれだとバカだぞマジでアホじゃねえかよ一日に12回も干潮しようとするから失敗のダメージが蓄積されるんだよ。アホじゃねえかよしかも両方の人差し指なんとしても見かけのお尻に指を入れたかったんだ。もうやめろ、そっち系の話に持ってくのをやめてくれな。その諦めの悪さは嫌いじゃないよ。まずは指の怪我を治せ、したらまた相手してやるから。相手してやるとか言うな見かけ。もうそこはちゃんと断るところは断るよ。治したら見かけのお尻、うん、また狙っていいおい、お前だけだ、全部やめろ見かけ。お前も乗ってやるなやったー。あぼぼぼぼぼぼ、もうやばいやばいやばい。藤吉美さんが、前回あの最後出てきた藤吉美さんがちょっと、二人とも、うん、我がクラスの腐女子代表藤吉美ちゃんね、顔心より過自信派、まあ、鼻血出してるからその辺で。その配給だの過自信派など、なんなのその派閥は。授業が終わり、帰る時間となる。そんなわけで今日はジム行けないから見かけと遊ぼうと思うんだけど、どこ行く。用事があるから付き合えない。あとお前は普通に病院行け。また用事かよ。まあな、まあ、忙しいんだよな。悪いな、バイトに行かなきゃ。まあ表向きは違うけどな。遊びに誘ってもらって断るのもなんだけど、俺にとっては大事なことだ、金を稼ぐのは。生きていくだけの生活費はもらえるけどな、それ以外の費用がいる。まあ金が足りてないと。いや大変だな。おーい、
グラウンドの整備するぞ。外周10周。おお、精が出るね。本来学生ってやつは放課後は部活に勤しむべきなんだろうけどさ、何の意味があるかはわからない。世の時流ってやつで試合すらできないかもしれない。そんな集まりに顔を出す、それが青春ってやつなんだろうけど、姉さんはそう言うんだろうけど。姉さん、俺にはそんな暇はない。プラムさんかな。なんかん、あの下が3人ぐらいいるのかな、その上と下でそのいるのか、ちょっとどういう家族関係なのかわかんないな。もっと大事なことがある。お、そういえばあいつらも部活に入ってるとか言ってたな。札幌市史跡研究部だっけ。どんな活動してるのやら。名前の通りなら札幌の歴史を調べているんだろう。札幌の歴史といえば、おう、なんとなく通りかかった建物の前で足を止める。まあ歴史的建造物といったらそうなのかもしれないな。札幌市名物、札幌時計台。100年を数えるこの学園の歴史のかなり最初の方から登場する。今や史跡と言ってもいい建物だ。なんでも国の重要文化財にも指定されているらしい。50年くらい前に。なので、学園の敷地内にはあっても、あまり中に入ってどうこうということはない。観光地にしようと、中に売店を作ったり、ホールにしようなんて案もあったそうだが、まあ、変に気張ってがっかり観光地なんて呼ばれるのもあれだし、史跡としてひっそりとした扱いを受けている。なるほどな。この中。中は確か、物置みたいになっているはず。札幌の資料といえば、この中。お、興味を持ったか。あれ、バイト行くんじゃないの？あちゃーっつって。なんだか誘い込まれるように入り口のノブに手をかけていた。回る。鍵がかかってない。いいのか入って。お邪魔します。お邪魔します。そんないいの？サクッと。中へ。内部は？おー、いろんなのがあるね。なんかすごい、本当に倉庫みたいな感じだね。ちゃんと椅子とかもあるな。ん？なんだ、ん？って。なんだろう。なんか、懐かしい感じ。懐かしい感じ。匂いかな。入った瞬間、不思議な感じがした。なんだっけこれ。古い家的な、おばあちゃん家の納屋的な？紙の匂い。元となる紙。本棚が壁一面を埋め尽くしている。資料だ。ビンゴだった。おー。誰に聞いたとかではないんだが、この街の資料といえば、ここって感じがした。人のいないことが似合う。ある種の神秘性を帯びた部屋。まあでも確かになんかこういうところって、俺も好きだな。なんだろうな、こういう特別な場所じゃなくても、その図書館の、その人がいなそうな一角とかね。まるで歴史というやつからはみ出してしまったような。ここだけは、この街のあらゆる歴史を覗き見てるみたいな。いい感じだ。思っていると？あ、誰か来たな。ん？後ろでドアの開いた音が。あれ？お目当ての人物が立っていた。なんであなたがここにいるのって話になるね。あれれ？え？おかしいぞ？向こうは俺がいるのも驚きで目を丸くしてる。無断で入っちゃったのまずかったかな。まあいい。とにかく話を。なるほど。その研究部にちょっと用があるってことね。そう。お？え？なんだ？やはり気づかれていたようね。どういうことだ？
はい。聞いたことのない低い声でうなるように言う彼女。あ、そっか。そうだね。この心の声の方は俺たちはめっちゃ聞いてるから、あ、これが普通だなって思ってたけど、そうだよね。いつもはなんか猫かぶってる感じだったもんな。え、なんだ、怒ってる。なんだよ、そりゃいきなり来て無断で入ったのは悪いけど、朝は歓迎するみたく言ってただろう。最初に言っておくけど、あれを脅迫の材料にしたいなら無駄だと断っておくわ。おお、脅迫。こういう言い方は好きじゃないけど、私にはアリセというバックボーンがある。一階の学生がこの私を脅そうと言うなら。ちょい待ち、ストップ。何？きっと睨みつけてくる。うおー、怖え。ギャップがすごいな。この子もっとホワワーっとした子じゃ なかったのか。なかったみたいだな。脅迫だっけ。なぜかは知らないが、彼女は俺が脅迫に来たと思っている。なんでそうなる。脅迫って何のことだよ。朝そっちが言ってたんだろ。朝そっちが史跡研究部だかなんだか。だから俺も気になっちゃったんだよ。そりゃ無断で入ったのは悪かったけど。部活を気にしたのは結構。無断なのも責めることではない。おお、責めることじゃないの。けれど、どうしてここなの。はい。研究部の部室は部室棟に別にあるわよ。今サノそっちを使ってますって感じにツバメが工作してるわ。いや偶然だな。うん、俺に関してはすげえ偶然なんだよな。どうしてあなたは私たちの本当の部活の本当の部室がここだと知っているの。うん、ちょっとよくわかんないよな。ちょっとズレ漫才始まってるな。なんだよ本当の部活って。とにかく何か誤解があるぞ。つまり史跡研究部は物質を2つ使ってるってことか。今度はとぼける気。いいね。なんとでも言ってくれ。意味がわからん。俺はガチで偶然ここに来ただけだ。脅迫とかなんとか意味がわからんが、逆に言ってこの部屋はお前にとって脅迫材料になるようなそんな場所なのか。疑わしそうな目で睨んでくるアリセ。怖えよ、タク。オーケー。順応って整理しよう。アリセが部活に入ってるのを言い出したのはツバメだ。部室があることを言い出したのはお前だ。これが今朝のことだ。うん、そっか。そうだな。さて、俺はここに来て何を脅迫するんだ。順序立てて考えれば俺にやましいものがないことは分かってもらえるだろう。現にアリセは落ち着いて考えてみると眼光からはすぐに鋭さが消え、だからもうね、もうバレてるよ、ミスあるってがバレてるようなものだとずっと思った上で来てるんだよな。ネズミ影が危ないよあいつはみたいな感じで。まあでも三影くんなんと分かってないっていう。まだバレてないっていう状態なんだね、多分ね、これね。なんでわかんねえんだろう。別にここが私らの部室と思って入ったわけじゃない？ない。お前が来てちょっとビビった。なるほど。納得って感じに小さくうつむいた。お上流奥義。何？急にどうした？社交界でやる劇の練習も大変ですわ。かぐやさん、もう遅いよ。もう遅い。うん、もうそれで押し切るんだったらそれでもいいけどね。私を脅迫するつもりかしら。うん。甘く見られたものね。なるほどね。で、女カイト、違う、ん、女スパイの役をやるのですが、うまくできる自信ありませんことよ。あ、ネズくんいたんですか。実はかぐや、今劇のためにセリフを覚えているところで変なところ見せちゃいましたかしら。
もし見られていたなら、こんなにおとなしくて可愛らしいかぐやお嬢様が急に人格激変して驚かせちゃったかも。うん、もうかぐやのうっかりさん。えコツンって自分の頭を叩く。もう無理だな。もうちょっときついぞ、かぐやさん。うん、可愛いけどな、その顔は。どう？可愛い、可愛いな。率直。よかった。うん。ただお前、別に普段からは、普段からハワワキャラではないよな。よね。よね。さすがにごまかされない。一昨日のことではない。なんだったんだ今の。やっぱりあれが私だとは気づいてないけど。このくだりなんだったんだ、さっきの。いえ、そう思わせたいがためのブラフの可能性も。表情が読めない。おやるわね、ネズミ影。社交界に出並ぶものなしの菜園と呼ばれたこの私に表情を読ませないなんて。まあそりゃそうだよね、わからないんだもんな、こっちは。何を考えているの。さっきのてへっていうの可愛かったな。もう一回やってくれないかなっていうことを考えてるみたいだよ。ちょっともうハートは奪われてるっていうことだね。読めない、読めないわ。読めるわけがないな。知らぬうちにハート奪ってるらしいよ、女回答さん。お互いに出方を伺うような形になる俺たち。やはり向こうは何かこっちを誤解しているようだ。それが何なのか問題である。一昨日のことに気づいていないなら万々歳。うん、でもあんなに近くで顔を見たなら忘れるはずがない。そうだよね。ほら私美少女だし。言うね。でもどうやって探る。難しいわ。ならばわかりました。どうも私の誤解のようですわ。お今朝視線があってからというもの、少々根津くんのことで意識過敏なようです。にっこり笑っていい。本当にごめんなさい。ずいっと近寄ってきて大きく頭を下げる。近い。照れる。照れるな。ちょろい、ちょろいな。そう、ちょろいとか思われてそう。アリセ・カグヤ、教室でのホワホワっとした態度は演技か。こうも食えない女だとは。このチョロさなら警戒しすぎたかもしれないわね。おばさまのこともあって神経過敏だったかも。おばさま。とにかく脅迫云々の誤解なのは分かってくれたんだな。そう合わせましょうか。どちらにしろ潰す手はいくらでもあるわ。怖いわ。そもそも何がネタの脅迫なんだよ。この部屋を使ってるっぽいのがそんなに問題なのか。うん。ですわね。ここは市の資料がたくさんあるので、部の方針としてどうしても内密に使わねばなりません。おお。国が文化財登録している場所を私的に使っているなんて、有瀬家の人間として心象がよろしくないでしょ。確かに、まあ言えて妙だな。まあそれで脅迫だなんて大げさでしたわね。根津くんがクラスメイトである私に悪意を向けるなんてあるわけありませんのに、でしょ。お、まあな。ちょろいね。いいか、照れる。美人にグイグイ来られるとどうしても主導権を取られるのが男というものだ。要するにちょろいだね。ちょろいってことだな。照れちゃってまっすぐアリセが見られなくなる俺、どうする。室内を見渡す。壁一面の本棚、そこに並ぶいかにも古そうな本。まさに資料って感じだな。ですわね。読み解くのが大変。そうだ、根津さんも参加しませんか。お、楽しいですよ。いいの。まあ重要な資料が多いので
汚したりされるとちょっとですが。いやー、俺忙しいから難しいことを考えると頭痛くなるしそっか。まあどちらかというと脳筋派なんだな。まあ鋭いところは鋭いけどみたいな。難しいこと考えると頭痛くなるしという顔で。どういう顔だそれ。どういう顔なんだろうな。そうですか、うん、無理にとは言いませんわ。にっこりと笑うアリス。そこで言葉を区切ったのは話はここで終わりということなの。なんか結局あっちに都合よく打ち切られたな。脅迫云々のところもごまかされた上もう食い下がれないし。まあいいや、俺としてももうここにいる理由はない。帰るか。そうだな。やはり警戒しすぎたわ。私としたことが根津美影。一瞬焦ったけど相手にするまでもなし、盗む価値なしだわ。おお、盗む。何をだ。背を向ける彼女。ポキン。え？ん？膝がもつれた。転ぶ。え？どうした？危ない。別にその場に尻餅をつく程度だっただろうけど、こっちも黙って見ているわけにもいかない。え、なに？膝がもつれたっていうのは誰が？え、待って。ん？え？かぐやさんがってことこれ。なんでそんな突然？ほんと突然だな。おう。支えてやる、支えてやると？こうなりましたと。なんでなんだよ。はい、まあ、今回はね、ちゃんと幕をかけようかなと思います。YouTube さんがダメらしいんで、これ。がっつり言っちゃってんの。はい、またね、わしづかみしておりますね。あ、これもう感触で気づくんじゃないかな。ね。ガシ。うん？我ながらいい反射神経だ。なんでそこ行くんだよ。転びそうな彼女をしっかり受け止めてやれたぞ。転ばせずに済んだ。うん。いいことをした。そうだな、いいことをしたな。自分にとってもな。あれ、なんか。なんか前にこの感触味わったことがある気がすんな、みたいな。いいことをしたぞ。本当に。ちょっとにやけてんじゃねえよ。ちょっと後ろの絵ちょっとにやけてんのか。あ、いや、にやけてはいないか。で？おい！どさくさに、もう紛れてやるな。この感触。この大きさ。この柔らかさ。お。ああ、うん。思い出してんの？これは。あれだよな。ま、ちょっと布面積違うけどね。よく思い出せたな、それはそれで。あの女と同じ？どこで気づいてんのよ。跳ねのけられる。え、どういうこと？アリセの胸のサイズが、あの女と同じ。気づかれた？いえ、大丈夫。バストなんてどれも同じ。サイズが似通っているくらい。いやいやいや、かぐやさんのは結構大きいですから。サイズはもちろん、弾力も柔らかさも全て同じだ。間違いない。どういう能力だお前。いや、なんかちょっと硬かったりするだろう。布が多いんだから。アリス、お前がミスアルテなのか。気持ち悪い理由で確信した。まあ転んだのが、まあ、運の尽きだったな。何のことでしょう。もう無理だ。もう無理だな、かぐやさん。あ、そういえば、顔もそのものだ。いや、遅いわ。父もむまで顔なんて見てなかった。男って、本当だな。もう、やべえな。どうしようもねえ生き物だな。今更ながら、この二人の、姿に気づく。同じだ。これ、なんて言うんだっけ？これ姿じゃねえ。なんだったっけ？これ。なんて読むんだっけ？もういいや。同一人物だ。そうだよな。遅いんだよ、お前。しかもそう考えると、昨日からの些細な違和感に全て納得がいく。特に。それで脅迫がどうこう言ってたのか。
一度は完璧にごまかしきったのが再度蒸し返されて頭を抱えるアリサ。でもやがて諦めがついたのか、ごまかすのは無理みたいね。お、観念したとばかり肩をすくめた。本当に気づいてなかったの？もしかして墓穴も掘ったかしら。そうだね完全にコテンってなったのがダメだった。ああ、さっきまでは全然気づいてなかったよ。今日この部室に来なきゃ永久に気づかなかったと思う。部活のことを漏らしたのは失敗だったな。ツバメのせいか。いいえ、元をたどれば私が動揺したせいね。自分から目立つ真似をして父もませに来るとは迂闊だったな、アリセ。こっちが望んでお父もませたみたいな話にするのやめてくれるかしら確かに、すまん。はあ、謎が解けたらすっきりしたけど、これはこれで謎が一つ増えた。まあ、なんでそんなことしてんのって話だよ。今何考えてる？制服よりあっちの服の方が生地が薄いから、いやでも手触りって意味では、うんそこじゃないのね、謎そこじゃないのね。あれ、なんで、かぐやさんこんなことしてんだろうじゃないのねあ、なんか布の面積が今頃いい、わかった。うん、そうだな。緊張の糸が切れた感じで机に寄りかかるアリス。机にお尻を乗せて、ちょっとはしたない。いや、お嬢様がする格好ではない。まあでも確かにな、クラスの姿よりはあっちの方が地みたいだな。そうね。お、いつもニコニコ穏やかなお嬢様の顔が引っ込んで、あのテレビ塔で見た変な女の顔が出て、変な女出ている。不敵な女怪盗の顔が。さて、実は怪盗なんてしてたから一度は言ってみたいセリフがあったのよね。おう、どんな？バレちゃしょうがねえ。そうさ、うん、宵闇をかける一陣の風、月影怪盗ミスアルテター、私のことさ。昭和の小悪党って感じだな。でもずっと言いたかったこれを言いたかったの？何よりだ。で、俺はそれを知ってどうすればいいのかな。そうね、あなたタイ語って話せる？ん、唐突だねいや、だいたい話せないよね、タイ語は。あ、人を一人日本から消すときは連絡手段のない海外へ売るってのが一番なのよね。いやー、すいませんね、かぐや様ねえ、かぐや様に告らせたい的な、なんかかぐや様って言うとそっちになっちゃうけどな。ちょっと前までは中国が一般的だったけど、うん、あっちバブルのせいで受け入れ費が高騰しててね。お、今はタイなりマレーシアなり、どっちがいいかしら。個人的にはタイを勧めるわ。運が良ければバンコクの近くにまでなら行けるから。もう行くこと前提になってるね。待て、さらっと怖すぎんだろ。さすがに冗談よ、私にそんな力はないわ。ないのか、なんかありそうで怖かったな。アリセ家はともかく私にはね。怖え、アリセ家はあるんだな。んな回りくどい脅し方しなくても言わねえよ人には、うん、信用してないって顔。常識で考えろ。おい、知ってるか、あの変な格好した泥棒の正体、アリセ家のお嬢様かぐやちゃんなんだぜ。言ったところで誰が信じると思うか。まあね、変な格好言うなうん、でもその軽い心構えがすでに困るのよ。信じる人間はいなくても、私との間に少しでも線を見る人間が出ちゃ困るの。ああ、疑るというか勘ぐるようなな、やつがな。特にこれからはね。ん、天井を仰ぐアリス。これから何の話だ。よって、あなたの処遇は日本から消えてもらうのが一番早いわ。おー、でそこまでの力がないってことは自分で出ていけってこと？いや、頼むよ。バンコクもいいところだろうけどさ。バンコクは通信施設が整ってるから行けないわよ。え、バンコクから車でちょちょっと3時間くらいのところよ。うーん、なんか怖いな。なおのこと嫌だわ。分かってる、
クラスメイトの人生を終わらせちゃうのは私的にもきついわ。いやでもそれそこに行ったから人生が終わるっていうのもなんかその現地の人たちに失礼なんじゃないか。お、今のやり直す。おミスアルテはお宝とあなたのハートは盗んでも人生までは盗まないのよ。うん、怪盗キャラの完成度は今一つのようだな。普段はもうちょっとうまくやるわよ。普段はな。はあ、どうしようかしら。改めて頭を抱えるアリセ。お金で口止めしてもいいけど、調子に乗らせると人って口が軽くなるのよね。なら恐怖で塞ぐか、もしくは本人を消すしかない。いやもうそういう、あ、まあ、お金で解決しよう、ここはな。うなっている。なんか怖い結論が出そうだが、こっちとしては喋る気はないよとしか言いようがない。ただ 100% 守れるかと言われれば自分でも怪しい。会話の表紙とかにポロッと出ちゃうことがないとは言い切れない。俺からは何も言いようがなく、おかっこ、なんだこの音。ああ、時計よ、あれ。僕の方にある壁掛け時計を指さす。アンティークな時計で、時刻板の上で人形がダンスしながら今の時間を知らせている。5時。あっ、びっくりした。何急に大きな声。しまった、もうこんなに時間が経ってたのか。5時には向こうに入ってなきゃダメなのに。すまんアリセ、バイトがあるから帰るわ。はあ、この話はまた今度な。じゃあ。だから解放できないんだって。ダメダメダメ。こっちもちゃバイトあるから。結論も出てないくせに引き止めだけはしてくるアリセ。悪いけどこっちも仕事があるんだ。今日明日で口を滑らせるほどバカじゃないって。じゃあな、勝手に行かせてもらう。そうだな、もう行くしかないもんな、こっちは。外に出てダッシュで。こら待ちなさい。ショートカットした。なんだショートカットって。え？近くの塀によじ登って飛び越えるんだ。え？アクロバットすぎないそれ。肛門まで行くとだいぶ大回りになる。ここから出た方が早い。2メートルを優に超える塀を超えるわけだから怖いし、先生に見られたらどしかられるけどな。よく言ったなそれ。それどうやっていたの？その駆け上がって手かけてグッてこう登っていくってことなの？すごいな、身体能力よ。これはちょっと追ってこれないな。よっと、外に出た。お、お嬢様、あちらの部室をいかがされました？家具や？ええ。ツバメ、この塀飛び越えられる？なかなか無理だと思うよ。この塀をですか？例のシューズを使えば楽に行けますか？なんだ例のシューズって。なんだ例のシューズって。なしで。なしでな。じゃあ普通の人には無理だよ。よじ登るのだって難しいって。マジであいつ人間か？いいよね。あの身体能力おかしくない主人公。うん、なんかあったの？例のあいつ、ネズミ影。やばい、念能力者は主人公だったかもしれない。口の封じ方を変えるべきかも。なるほど。調べてくれた？はい。お、カリスさん。やっぱカリスって出てくんだね、もう。はい、ということで、じゃあ今回はここまでにしたいなと思います。いやー、もう一回ガシってね。もうでもさ、あれマジでさ、あのかぐやさんがコテンってなんなかったらさ、あの状態にならなかったよな。マジでさ、あそこでルート分岐したよね。人生の。いやー、やっぱこれギャルゲーはな、こういう偶然がな、入ってくるから、もうラッキースケベが入ることによってね、ルート分岐するからな。いやー、いいですね。はい、ということで。さあ、あの、胸の感触で。いや、どんだけ、手のさ、神経どうなってんだろうな、マジ。だって布がブラとかあってさ、もう布がね、制服とかもあって、結構隔たりがあるはずなのに、なんでその大きさ感触までわかるんだよ。すげえなマジで。
いやーもうそれでね本人あお前ミスあるてみたいなもう超能力だと思うマジで。はい、ということで、次回はまあそんなバレてしまったかぐやさんがどうするのかっていうのと、あとはまあ三影くんもどうするのか、まあ、そこだな。じゃあ次回お楽しみに。それではバイバイ。